丸の内の平均年収を調査しろ第3回ザコマチック天国、イエーイ。サラリーマンの聖地丸の内にやってきました。今回はですね、まあ、おそらく年収相当高いであろう丸の内に切り込んでいきたいと思います。で、ちょっとただ調査してもつまんないんで、今回ちょっと対決形式にしたいと思います。男3人で年収を聞いていって、はい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 、合計年収が一番高かった人が勝ちと。なるほどね。ただルールがあって、まあ、40歳以降する、はい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 、はノーカウントで、なので必ず年齢聞いてください。役員とか役職員は、そう、NG。 30代まで、30代まで、はい、早速行ってみましょう。あれよ、はい、あ、そうです、年収チャンネルっていう、あの年収をですね、今男性の丸の内の男性のですね、年収を調査してましてですね、職種お聞きしてもいいですか。職種不動産関連。おお、不動産関連。今ちなみにおいくつですか。役職とか疲れてますか。全然ないです。新人ですか。お若いように見えますか。まあ、入ってすぐですね。入ってすぐではないです、ね、あ、今ちょうど4月20日なんで20日目くらいですか。そう、いや、ちょっと、いや、もうちょっと、やっぱちょっと、あ、大丈夫です。ちょっとお堅いんでやめとく。 あ、全然ちょっと、いや、もう申し訳ない。いやいやいや、喋らなくて、なんか本当に申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけど、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 ざっくり教えていただいていいですか。ざっくり一般的な、まあ、サラリーマンの平均ぐらい。おー、なるほど。400台。まあまあ、そうね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。すいません、すいません、お願いします。あの、年収チャンネルっていう、え、何ですか。年収チャンネルっていう、年収チャンネル、年収をお聞きしている番組なんです。まず職種から伺ってもよろしいですか。職種ですか。はい、コンサルです。お、コンサル。お、かなりでかいとこですかね。いや、そんな大きくないと思います。あ、そうですか。はい、年齢と役職をお聞きしてもいいですか。23歳です。若い。2年目ですか。2年目になったばっかですね。ああ、なるほど、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、年収からお聞きしていいですか。あ、いきなり年収からいきました。なるほど。420ぐらいです。420万、はい、1000万に到達するのは何歳頃ですかね。1000万。30歳ぐらいですかね。30くらいで大体1000万になると、はい、1000万超えたら何しますか。家買いたいですけどね。家買えますか。はい、めっちゃちっちゃい家やったら買えますと思う。八王子とか。ああ、書いてあるです、書いてあるです。美咲さんから一言お願いします。マイホーム、はい、買えたら報告してね。はい、かわいい。年齢だけ仕事大変だからね。あ、そうですか。51歳ですか。あ、あれです。役職は何ですか。本部長代理です。本部長代理、素晴らしい。まず職種教えていただいてよろしいですか。あの、メーカーです。あ、メーカー、コンピューターメーカー。おー、ちなみに企業名は言えますか。やばい会社。やばい会社。今おいくらくらい稼がれてますか。1700ですか。1200万。1200万。子供が大学生2人だから、はい、8割抜けていく。お金かかりますね。留学したり。留学。本日の一番稼がれてる方です。おめでとうございます。本日初の1000万円超え、うん、養っていただきたい。養っていただきたいですよね。養っていただきたいです。養っていただきたいそうです。はい。練習チャンネルっていう番組なんですけど、職業をお聞きしてもいいですか。あ、公務員です。あ、公務員ですか、うん、今何年目ですか。今は4年目です。4年目。あ、じゃあ結構お若いですね。はい、はいはい、年収を少しお聞きしてもいいですか。いや、無理です。あ、ざっくりで大丈夫です。幅取っていいので。500から600ぐらいです。おー、なるほど、わかりました。1000万になるのはあるんですかね。あると思うんですけど、具体的にどの年数か。あー、もう50前後くらいやったら上がりきれば役職が、ね、はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、年収をお伺いしてるんですけども、職種とかってお伺いしてもいいですか。なんで勝手に撮ってんの。いや、あ、全然大丈夫。あの、モザイクとかかけれるんで。年収っておいくらですか。いや、名刺とか出すよ。いや、名刺とちょっと持ってないんですけど。じゃあ名前なんだ。上本です。上本、はい、覚えとく。すいません、ありがとうございました。めっちゃ怒ってたんですけど。苦し紛れの、あの、笛本って言いました。ねえ、最低がいる。いや、撃った、撃った。怖かったっすね。ちょっとだけインタビューさせていただけないですか。あの、顔モザイク OK なんで。丸の内の人の年収とか調査してて、はい、ちょっと1年目ですけど。1年目、あ、そうなんですか、うん、ありがたい。あれ、お二人とも同じお仕事ですか、はい、あ、僕は違います。あ、違うんですか。僕は公務員です。公務員、はい、え、ちなみにどうですか。自分金融系。金融系、はい、何系ですか。金融の
銀行。あ、銀行なんですね。はい、1年目ですか。あ、1年目です。え、おいくつですか。22です。2新卒1年目、はい、入りたて、はい、多分今年年収いくらぐらいになりそうですか。400ぐらいです。400ぐらい。え、公務員だったらどうですか。400、500なんですかね。400、500ぐらい。わかんないですけど。ちなみに1000万とかっていきます、いつか。あ、いずれは。いずれは何歳ぐらいですか。俺は努力次第ですね。その頑張り次第。官僚さん。いや、違いますよ。違うの。頑張り次第です。頑張り次第。競争に勝ち抜いたらとかじゃなくて、まあ自分の頑張り次第です。おお、なるほど。これがしたい。これがしたい。うるさいよ。あ、でもあれですよ、学生です。あと就活生。あ、水着着てるやつ。あ、水着の女。え、見てください。はい、ありがとうございます。この間キーエンスカイを上げたので、はい、あー、そうなんです。めっちゃ高かった。あ、いない。それしねえよ。20代、30代の方に。あ、26です。26歳。はい。ということは今4年目とか5年目とか、ね、そうですかね。え、どんなお仕事されてるんですか。新卒採用担当。おー、業種は人材サービスの。お、今5年収おいくらぐらいですか。源泉徴収ベースで多分430ぐらいになるんじゃないかなっていう。430ぐらい、なるほど。このままずっといくと1000万ぐらいっていうのは何歳ぐらいになるんですか。いや、無理かもしんないですね。無理かもしれない。この会社にちょっと難しいから。ちょっとそれを目指そうと思ったら。あ、もう転職するしかない。転職よりは多分もう独立するくらいじゃないと多分いかないですね。なるほど。続く400台。400台だ。優しい人って年収低いのかな。やだ。お二人とも同じ会社ですか。はい、今ちょっと丸の内にいる男性の年収調査っていうのをやっていて、はいはい、業種もしくは企業名を教えていただけますか。業種はあの 酒屋です。酒屋。サントリーとかからうちの倉庫に入れて、うちから飲食店に卸す。ああ、そうなんですね。の営業。おいくつですか今お二人とも。23です。23。8です。28、うん、年収って大体どのくらいですか。ざっくりでいいです。400ぐらいです。400ぐらい、うんうん、もう400を言ってないぐらい。言ってないぐらい、うん、ありがとうございます。すいません、お時間いただいて。もうすぐ信号変わるので。ありがとうございました。ありがとうございます。学生が多いかな。うん、何かちょっとめげずに。ちょっと YouTube の年収チャンネルっていう番組なんですけど。出た、はい、何それ。今丸の内のサラリーマンってみんなどのぐらい稼いでるのかっていうのをちょっとインタビューさせていただきたくて。業種業界だけ聞いても。証券会社。証券会社、ありがとうございます。年齢は32。あ、皆さん証券会社。年収伺ってもいいですか。4000。それはいいです。それいいです。1000万。500万ぐらい。600万。ありがとうございます。1500万600万。年収チャンネルっていう番組でして、はい、丸の内にいるサラリーマンがどのぐらい稼いでるのか、もしかしたら経営者の方かもしれないですけど、はい、業種業界まず教えていただいていいですか。え、業種、はい、金融です。金融系。一緒です。あ、同じ会社なんですか。別です。あ、別です。はい、ご年齢はいくつですか。僕は30です。34。ありがとうございます。ご年収伺ってもいいですか。どうですかね。800ぐらいですか。800ぐらい。分かんないです。同じぐらい。ありがとうございます。まあ、金融5連発、うん、はい、引き当てましたね。はい、まあ、これが我々の実力ですわ。株元さん、うん、早かった。仕事できる。結果発表。よっ、よっ、よっしゃ。順番に発表していきますか。はい、まず山本。僕の順番に言うと400万、400万、500万です。はい、では次、株本さん、どうでしたか。1000万、500万、600万、800万、800万、でした。はい。1、2はいない、大丈夫。いや、いない。次、上本さん。400万、500万、400万、400万、300万。アベレージ、400万、ジャスト。いく。はい、ということで、1位が僕ですかね。聞いた感じだと、やっぱ丸の内とかここら辺は金融系が多いよね。金融多い。そう、だから、まあ、20代は金融系だから、まあ、低いと結論。
ただ出世して30超えたら辺で1000万プレイヤーとかがちらほら出始める。そうだね。でこれがそうだね、丸の内の特徴なんじゃないですかね。なるほど。金融系の男性は若い頃はお金はないけど、伸び幅がいいから、伸び幅を狙って行きましょう。まあ社内結婚ってそれ目当てですね。はい、はい、で丸の内編は以上です。でどこでやってほしいとか希望ある人はコメント欄でお待ちしてます。はい、じゃあまた来週。じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。